はい、どうもこんにちは、ゴグです。今日はですね、ちょっとした工夫で漢字がですね、綺麗にかっこよくですね見えるような、書き方をですね、2つの漢字を使って、お伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。2つというのはですね、1つ目はこの彦というですね、でもう1つはこの右の己ですね。ちょっとちっちゃくなってしまったんですけども、この2つですね、結構ですね簡単な字なんですけども、実はパッとこう書いてしまったりとかして、汚くなってしまったりとか結構しがちなので、このですね注意ポイントをいくつかご紹介していきたいと思います。はい、でまずですね彦なんですけども、彦これですね、でここのですね上の部分、これをですね結構大きめに書いてる人がいるんですけども、これ見ていただく通りですね、ここの高さとここの高さ、これ下の方がですね結構大きめに書きます。はい、大きめにですね書いた方が結構足長に見えるので、まずはこの大きさを注意していきましょう。でもう一つはですね、この最後のこの羽ですね、羽ですね、こういう方が結構います。羽根方はいいんですけども、はい、こんな感じですね。これ見てわかりますかね。こっちはですね右斜めにこっち方向に倒れてるんですけども、こっちはですね真下に行ってます。線がまっすぐですよね。でこうなると結構漢字のバランスがですね崩れてしまいますので、こっちは×ですね、でこっち側が丸です。でもう一つはですね、ここの間隔ですね、これは等間隔にしていただいた方がいいですね。これも等間隔なんですけども、たまにですねこういう方がいらっしゃいます。こんな感じで一番最後だけちょっと大きめとかですね、こういう書き方もちょっとあんまり良くないですね。はい、なのでこの彦という字ですね、これは右斜め下に書くっていうのと、この羽ですね、これを等間隔にしていただく、あとは全体を見ていただいたときにここの上の部分がちっちゃくなるように、でここの下の部分が大きめに書いていただくと綺麗に書けると思います。はい、そしてですねこの右側の己というですね、でこれはですね結構ですねこんな風に書く方、こんな感じで書いたりとか、きちっと書くんですけどもなんかあんまり綺麗に見えないとか、こんな書き方はですねちょっとあんまりうまく見えないですよね。でポイントはですねいくつかあるんですけども、これと最初と似ていて、上のこの部分ですね、ここをちっちゃめに書く、でここのここですね、ここをですね大きめに書くとバランスがですね非常にいいと思います。なのでこういうところがですねこの彦と共通する部分ですよね。はい、でもう一つポイントがありまして、これを見ていただくとここ角張ってますよね、こうカクンってなってます、ここもカクンってなってますよね。で上の方がですねカクカクしてて、下の方のここはですね丸くなってます。なのでここをですね上の方を角張らせて下の方を丸っこく描く、そうするとメリハリが出てかっこよくなります。なのでこの部分がですねそれぞれ今から描いていきたいと思います。まずは彦ですね、彦を描いていきます。上の部分はできるだけちっちゃめですね。で、下の方を大きく書く感じですね。こんな感じで。で、ここにですね、スペースがかなり空くので、ここに思いっきりですね、こういう羽を斜めにこう降りていく感じで書いていただくと、非常にいいと思います。
こですね、上の大きさとここの間隔ですね、こっちをちっちゃくしてこっちを大きく書きます。はい、では次ですね、右にですね、己という字を書いていきたいと思います。こっちをですね、かくばらせて書きますね。はい、この辺を尖らせる感じですね。でここのですね、入り方も注意ですね。こんな感じで一回斜めに入れてからこういう風にお尻を出していく感じですね。はい、こんな感じですね。上がここはちっちゃいですよね。このスペースがちっちゃい。でここを大きく変えていただくと綺麗に収まっていくと思います。で、今己っていう字ですね、書いたんですけども、これ普段ですねお目にかかる機会は結構少ないかもしれませんけども、県という字ですね、国構えの県とかですね、いろいろ漢字がですね、いくつかこの字をマスターしてたら綺麗に書けるような字が結構あります。で、こっちの飛行はですね、杉とかですね、木片の杉とかこういうのをマスターしてたらですね、綺麗に書けてくるんじゃないかなと思います。はい、なのでこういった飛行とかですね、己、こういう字をですね、簡単なので、今日ですね、この機会に覚えていっていただけてはいかがでしょうか。はい、ではですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、また違う動画で会いましょう。ありがとうございました。